はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、仮面ライダージオデラックス忍び未来ドウォッチを使って音声確認をして遊んでいきたいと思います。こちらの忍び未来ドウォッチなんですけども、仮面ライダーウォーズが仮面ライダーウォーズフューチャリング忍びに変身するためのアイテムになっております。ただ僕ちょっと前回の放送は他の作業しながら流し見してたんですよね。で、まあ DVD に撮ってあるんで、まあそれを後で見直せばいいかなと思ったんですけど、なんと DVD に撮れてなかったんですよ。で、なんか見直すことができなかったんで、ちょっとあんまりなんか語ることはできないかもしれないんですけど、確か前回の放送は仮面ライダー忍びと、あとはアナザー忍びと、あとは仮面ライダーウォーズが、まあ、新たなキャラクターとして登場した感じの放送だったと思います。本当なんかざっくりそれぐらいしかなんか出てこないんですけど、確かこの忍び未来ドウォッチは登場してなかったような気がするんですよね。してたらちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとしっかりと年始早々の放送をしっかりと見れてないっていう大失態を犯したんですけども、まあとりあえず今回はこちらの忍び未来ドウォッチを使って音声確認をして遊んでいきたいと思います。はい、ではまずは箱の方を見ていきましょうか。箱の正面にはこんな感じで。仮面ライダーウォーズフューチャリング忍びに変身ということが書いてあります。でもこの未来ドウォッチのデザインめっちゃかっこいいですよね。なんか忍者って感じですもんね。ほんと見た感じの忍者って、もう見れば忍者ってわかるような感じですもんね。で確かなんか色合い的に、まあ、前回のビルドの話になるんですけど、確かビルドのあの忍者フルボトルやったかな。あれも確かなんかこんな感じですよね。色合いが紫っていう、やっぱ忍者っていうとこの紫っていうイメージが強いんかなって感じがしますね。こんな感じで、まあ、横にも遊び方はですね、未来ドウォッチで遊びが広がると、まあ、ビヨンドライバーとか時空ドライバーにもさせますし、ブッドバソールガンバライジングにも使うことができますと。で逆にはこちらも仮面ライダーウォーズフューチャリング忍びが載っております。で裏は遊び方ですね。別入りのデラックスビヨンドライバーで仮面ライダーウォーズフューチャリング忍びにフューチャータイム、2番必殺技、3番単品遊びという感じになっております。ではこちら取り出していきましょう。はい、箱から取り出したんですけど、この梱包の仕方が今までと違いますね。今まではこのライドウォッチはライドウォッチ で説明書はこちらの方に入ってたんですけど、なんか今回はこういう感じで一色体になっていますね。まあ、若干ライドウォッチよりも大きさがあるでかなって感じはしております。こんな感じですね。じゃあ中身取り出します。はい、袋から忍び未来ドウォッチを取り出すとこんな感じですね。色は薄い紫って感じですね。濃い紫ではないですね。薄い紫な感じになっております。で、まあ、絵柄はこんな感じでなっておりますね。忍者の顔の部分が描かれております。であとは、一応ここに絶縁シールがありますね。で、ここにスピーカーがある感じです。で、こんな感じで QR コードが031ですね。で、認識ピンがこんな感じになっております。で、ちょうどビヨンドライバーの動画の時にお話ししたんですけど、ちょっとここのくぼみの部分っていうかな、ここの部分の話したんですけど、これは前回のそのビヨンドライバーの時のこのウォーズ未来ドウォッチなんですけど、くぼみが一緒なんですよね。てっきり僕は忍び未来ドウォッチがこちらのくぼみになって大気温が変わるのかなと思ったんですけど、これ一緒のくぼみなんで、多分ビヨンドライバーに刺した時の大気温と一緒な感じなんですよね、多分。はあ、ってことは違う、また未来ドウォッチが登場した時にこっちがくぼみになってこっちがフラットになる感じになるってことかな。なるほどね。僕はてっきりもうこの前だいぶ濁したんですけど、これかなと思ったんですけど、これじゃないっぽいですね、どうも。なるほど、これはまた楽しみですね。はい、ということで音声確認していきましょうか。ではここもし一回広げまして、絶縁シート抜きまして、で閉じまして、じゃあまずは1音目いきましょうか。忍び、1音目は起動音ですね。忍び、では2音目、忍びと書いて刃の心、仮面ライダー忍び。おお、かっこいいですね。で音声の方は忍びと書いて刃の心、仮面ライダー忍びって音声が入っております。これは確か仮面ライダー忍びが変身した際に言ってましたね。うん、確かそうだったと思います。忍びと書いて刃の心とかなんか言ってましたからね、そこは覚えてます。では3音目いきましょう。
かっこいいですね。これが変身音らしいですね。なるほどね。なんかテレビの方ではなんか誰じゃ、俺じゃ、忍者みたいなこと言ってましたけどね。でこの音声が入ってるって感じになっておりましたね。いやなんかいいですね。なんか忍者ゲームのオープニングテーマっぽいような感じの変身音になっております。で3音目まで行って次押すと1音目に戻る感じですね。はい、このような感じになっております。ではビヨンドライバーと連動させてみましょう。はい、ではビヨンドライバー準備しましょうか。これはこれに設置しちゃうと起動音が聞けないんで、とりあえず起動音で聞いておきましょうか。ビヨンドライバー、よし、ビヨンドライバー。はい、ではビヨンドライバー準備できたんで変身やっていきましょう。では行きましょう。忍び、はい、これで仮面ライダーウォーズフューチャリング忍びに変身いたしました。でこちらの音声がフューチャータイム東映、誰じゃ俺じゃ忍者フューチャリング忍びっていう音声が入っております。なるほどね、こっちにさっきの音声は入ってるとちょうど先ほど僕が言ったやつですね、この誰じゃ俺じゃ忍者っていうのは。なるほど、こんな感じになっております。では必殺技いきましょう。いいですね、ちゃんと忍者って感じですね。ビヨンドザタイムで忍法時間縛りの術っていう音声が入っております。いやこれかっこいいですねはい、という感じになっておりますね。ではせっかくなんでここのディスプレイをアップで見ていきましょう。はい、こんな感じになっております。でまあちなみになんですけど、この扉が開いた状態でのこの発光はこんな感じになっております。はい、という感じになっております。いや結構かっこいいですよね。はい、こんな感じになっておりますね。では次は時空ドライバーと連動させてみましょう。はい、では時空ドライバー準備しましたんで、こちらの忍び未来ドウォッチとの連動性を聞いていきたいと思います。ただこちら説明書には時空ドライバーとの連動の遊び方は一切書いてありませんね。ビヨンドライバーとの連動の遊び方は書いてあるんですけど、時空ドライバーとの連動は書いてありません。ただ箱の方には一応デラックス時空ドライバーとの連動もありますってことが書いてあったんで、まあおそらく連動すると思います。では行きましょう。忍び、で時空ドライバー電源オンにするの忘れてましたね。時空ドライバー、時空ドライバー、では行きましょう。では行きます。フューチャータイム、
こんな感じで変身がなりますね。で必殺技もやっていきましょうか。はい、必殺技はこのような感じになっております。ビヨンドライバーの時とは違ってビヨンドザタイムって音声は流れるんですけど、忍法時間縛りの術っていう音声は流れない感じになっております。はい、ではディケイドライドウォッチと連動させてみましょう。では行きましょう。さあどんな感じかな。はい、仮面ライダー扱いですね。はい、こんな感じになっております。音声確認は以上です。はい、ということで今回は仮面ライダージオデラックス忍び未来ドウォッチを使って音声確認をして遊んでまいりました。はい、ということでこちらのデラックス忍び未来ドウォッチなんですけども、おそらく明日の放送で登場して仮面ライダーウォーズフューチャリング忍びも登場するような感じで次回予告が出ておりましたんで、どんな感じで登場するのか楽しみにしながら見ていきたいなと思っております。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。